今日の兵庫県内は豊岡市で 37.8 度を記録するなど各地で危険な暑さとなりました。神戸地方気象台によりますと、日中の最高気温は豊岡市で 37.8 度を観測し、20日連続の猛暑日となりました。また西脇市では 37.0 度を観測したほか、神戸空港では観測史上最も高い 36.8 度を記録しています。暑いですね。暑いです。もうすごい暑いです。涼しいところに行きたいです。水族館とか。こんな暑い日だからね、やっぱ子どもたちも歩かせてるんで、水遊び欠かせないですよね。明日は豊岡市で最高気温が39度と予想されていて、神戸地方気象台などは熱中症警戒アラートを発表し、注意を呼びかけています。